はいどうもフランス街の中村です。配信の間が空いてしまい、大変失礼いたしました。キリスト教のイコノグラフィーの動画は月に2本出していこうかなんてね <laughs>、先月宣言したんですけども、もう次の月から全く配信できてないというね、こういうのをね、やるやる先って言うんだよって怒られてしまいそうです。本当に申し訳ございませんでした。 さあ気を取り直して今回も楽しくキリスト教絵画を学んでいきましょう今回は絵画解説というよりもその前提となるキリスト教そのものの話特に聖書についてその基本構造を簡単に説明していきたいと思いますそれでは早速いきましょうではね根本的なところからいきましょうよキリスト教にはイエス・キリストという人物が出てきますよねちょうど 紀元1世紀、イスラエルのナザレという場所で活躍した人物です。多くの学者が実在した人物だろうと考えています。そして、イエスの教えをベースにして、キリスト教というものが成立していく。では、お聞きしますよ。イエスという人物は何の宗教を信仰していたんでしょうかキリスト教でしょうかどうでしょううん。 キリスト教でではないですよキリスト教というのは彼の死後このね死後っていう言葉がちょっと難しいんですけどもイエスは十字架で処刑されて一旦亡くなりますがその後復活してるんですよね復活した後と弟子たちの前に姿を見せてその後天に昇ったっていうことになっていますそんな奇跡信じないようありえないじゃないかっていうね議論はとりあえず脇に 置いときましょう。とにかく、キリスト教というのは、イエスの処刑復活、そして焦点の後、イエスの弟子たちによって作られているんです。つまり、イエスの生きていた時代に、キリスト教はまだ存在していない。イエスは、キリスト教徒では、ありえないんです。では、彼は、無神論者だったのかというと、とんでもない。 イエスも神を信じていましたよじゃあどの宗教かというとユダヤ教なんですねイエスはユダヤ教の中で育ちユダヤ教にかなり精通していたしかしユダヤ教の伝統的な解釈とは全く違ったかなり斬新な解釈をしていましたその斬新なイエスの解釈に魅了された人々が 彼の弟子になりイエスの新しい解釈をもとに成立させていったのがキリスト教なんですキリスト教は何もないところから一から作ったのではなくてユダヤ教をベースにして成立しているんです別の言い方をすればユダヤ教なしではキリスト教は存在していないでは皆さん実際に聖書を開いたことはありますか 家にあるという方はぜひ手に取って開いてみてください聖書は2つの部分からできますよ「旧約聖書」と「新約聖書」ですページ数にすると四分の三が「旧約」最後の四分の一が「新約」です聖書の大部分が「旧約聖書」なんですねじゃあ「旧約」って一体何よというと「旧約聖書」っていうのは ユダヤ教の聖典なんですなぜキリスト教の聖典にユダヤ教の聖典が含まれているのかかつてイエスはユダヤ教徒だったからイエスもかつてはこの部分を読み込んでいたんですしかし彼は旧約聖書に関する新しい解釈を提示したイエスの新しい解釈をベースに書かれるのが新約聖書なんですねだからキリスト教徒にとっては どっちも大切。どちらも聖典です。旧約があって初めて新約が真に理解できるという仕組みになっています。ちなみに旧約にはイエスは登場してこないんですよ。イエスが登場するのは新約の福音書からです。イエスのことを知ろうとしてね聖書を読んでもなんと4分の3まで読み進まないとイエスが出てこないっていうね聖書っていうのは そういうい本なんですねどちらもキリスト教の聖典ですからキリスト教美術の中には旧約の主題も新約の主題も出てきますただし私の主観ですが新約聖書の方が圧倒的に美術作品になる頻度が高いと思います特にイエスの生涯のエピソードが大半ですねですから今後私たちは新約聖書の「 イエエスのエピソードを一緒に学んでいいこうと思っていますでも旧約聖書の中でも頻繁に取り上げられる主題っていうのがあるんですよ。それが旧約聖書の最も初めに来る創世記です。創世記は全く何もないところから神様が世界を作り上げていくっていう話ですね。例えばバチカンのミケランジェロの天井が。 これ創世記がテーマになっていますよ創世記によると神は天と地を作って光あれと言って光ができる水あれ植物あれ動物あれと言いながらですね私たちの世界を作り上げていくわけですそして最後に人間を作りますその時に作った人間第1号がアダムという人物ですね ミケランジェロの天井が最も有名なのはこれでしょう神がアダムに命を吹き込んでいるところですよ。右が神左がアダムですねその後アダムの肋骨からイブを作ります女性第一号アダムとイブがこの後知恵の実を食べて楽園を追放されるという風にエピソードは進んでいきますはい世界創造は 旧約聖書の中のエピソードでしたでは聞きますよこのいろいろ作っている神様いるでしょうこの神様はイエス・キリストですか違いますよねこの人はイエスではないですよ聖書のエピソードで神と出てくるから自動的にイエス・キリストだなと思ってしまいますが全く違いますよ天地創造したのはユダヤ教の神です この旧約に出てくる神はヤハウェととかエホバ呼ばれていますそんなの当たり前だろうとね思っている方いると思いますが私はねこれ知らなかったんですね知った時にねちょっと衝撃だったのでこんな動画を作っていますさあ旧約聖書の中でも美術に登場してくるスーパースターっていうのがやっぱりいるんですね「ノアの箱舟」で知られるノアとか 息子を殺せと神から命令されるアブラハムとかモーセの十回で有名なモーセとかこのノア・アブラハム・モーセとかっていう人物はもちろん神様ではありませんじゃあ何なのかっていうと人間ですよ単なる人間ですただし彼らは預言者と呼ばれています神様ヤハベが人間に何か伝えたいことがある時 みんなの前に現れてそこでみんなに伝えるという方法を神様は取りません誰か一人を選んで神の言葉を伝えるんです選ばれた人には神の声が聞こえますよね神の声が聞こえた人が「預言者」と呼ばれることになります未来のことを予知するという予言ではなくて神の言葉を預かったという意味での預言者です 旧約聖書にはたくさんの預言者が出てきますがその中でもノア、アブラハム、モーセなどがよく美術の中に登場してきますダビッドなんかも登場してくるかな新訳を紹介した後に旧約もね紹介していきたいんですけども生きてる間に終わるかなっていう感じですかねはい、えー、話を元に戻すともともとはその預言者の一人としてイエスも出てくるんですねただイエスは 他の預言者となんか違うぞっていうことになっていくんですもっとすごい人なんじゃないかもしかしたら単なる預言者ではなくて救世主なんじゃないかいやいや救世主どころじゃないよひょっとすると神の子なんじゃないかと言われていくんですねイエスは神の子だと認めた人たちがユダヤ教を離れてキリスト教を設立していくっていうことになっていきます そんなところからねキリスト教が始まっていくんですが今回はこの辺にしておきましょうか次回は新約聖書を中心に話していきたいと思いますそれではまとめていきましょう今回ねいろいろと話したんですけどもポイントは聖書は旧約と新約からできているっていうことと旧約はユダヤ教の聖典でその聖典をベースにキリスト教が誕生しているっていうことと 旧約に出てくくる神様ははヤハウェででイエスとは全く別とと全別いったところでしょうね今回ね絵画解説にはなりませんでしたがこの旧約と新約の根本的な関係をつかんでおくと後の理解がスムーズになると思いますのでもうちょっとね聖書の話続けたいと思います。 ということで今回はこの辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いいたします皆様のご意見感想ぜひコメント欄に書いてくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました 町の高高台に一層高くそびえ立つシャルトルノートルダム大聖堂聖母マリアの聖遺物が納められることで古くから巡礼地として栄えました現在の建物の礎が築かれたのは10世紀フルベール司教の時代神学者かつ哲学者であった彼の教えを受けようと全国から学生が集まりました16世紀にはアンリ4世の戴冠式が行われ20世紀後半には ユネスコの世界遺産に登録されていますこの大聖堂が誇るのはシャルトルブルーといわれる美しい色のステンドグラスかつての教会の倉庫は現在国際ステンドグラスセンターになっており中世で培われたステンドグラスの文化と技術を現在に伝えています高台とウールガをつなぐのはテルトルといわれる細い坂道や階段 小道からは教会や可愛らしい街並みが一望できますウルガー周辺は職人の界隈わいあっここはかつての洗濯場所おしゃべりをする女性の声が聞こえてくるようでしょ今回の「オニバ」ではフランスを愛する私フランスガイド中村と美を愛するイメージクリエイターの k o さんと若きアーティストトラベルパートナーのソリンさんでパリから電車でわずか1時間ことシャルトルの魅力に迫っていきたいと思います ステンドグラスの輝きとウール川のきらめきさあ鬼場と一緒に光り輝くシャルトルを見つけに行きましょうそれでは皆さん鬼場